どうも、ナオチンです。ドラゴンボールカカロットやっていきます。よろしくお願いします。ダウンロードコンテンツ、そして10年後をクリアしましたら新しい修行場が追加されました。ここですね。場所としましてはこれ、中央原野エリアの上の部分です。ここですね、この辺りで、ここを見てみますと、フリーザ、セル、ブーの、3体バトルとベジータ、これの超級と超絶級が追加されてますね。で、この超級の2つ、新しい極意症をね、入手できるようになってるんですよ。これがどれぐらい強いやつなのか、ちょっと今日は見ていきたいと思います。2つ同時にやるとちょっと長いので、まず今日は、フリーザ、セル、ブー、ここを見ていきたいと思います。では、行ってみましょう。それでは、行きましょうか。さすがに、レベル差もあるし、いや、ちょっと待って。レベル差あるけど、ダメージ思いっきり食らう。なるほど、ビルス様と同じ感じだね。ビルス様も相当ダメージ食らうんで、それと同じ感じで、思いっきり食らう。ちょっと待って、これ接近戦結構まずいかもね。あ、いや、大丈夫だ。もうここまでだ。早めに倒せるようにちょっと頑張っていきます。あと僕はあんまり触らないようにしよう。危ないもんね。避けれるか。大丈夫ね。あ、もうしょえ、まだ来るか。長いよ、ヒートアップが。よし、パーマがえぐい。待てよ待てよ待てよ。よし、お、危ねえ。次これ250の敵でこれでしょ。これ強いんだけど。うっそ、すぐに終わらせてやる。はいはい、分かってる分かってる分かってる。よし、 OK。これ結構稼げるね。危ない。あ、なるほど、上下に避ければいいやつね。 OK、 もう一発。よっしゃー、ではラストブー。こんだけ、うっす、 HP あれば大丈夫かと思ったけど、油断しちゃダメ。あっ、ぶね。うわあ、分かってる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 。うっ、うん、何次は。あー、オッケー、逃げれるっしょ。あぶね、岩があぶね。もう一発、もう一発いける。よし、だいぶ削った。
何そんなやつあった。待って、元気玉で消せない。どうだ、もう一発。いや、消えないわ、消えねえわ。危ない、キャンディーが危ない。よし、オッケー、意外と強かった。そしてクリア報酬で疾風怒涛の極意習得しました。どんなやつだろうね。能力を見てみましょう。ツリーでどの辺に出るかな。疾風、うん、どこだ、こっち側か。あ、これ何、ポータル。ああそうか、俺データ消えたんだデータ消えたから、そうか、ポータル持ってないのか。あ、それもしないとね。ちょっと待って、どこにある。あった、これだ。あ、なるほどね、30コンボ以上の時にダメージが上がるってやつ。他になかった。ほら、あるじゃん、連撃の極意、15コンボ以上の時にダメージが上がる。あ、これにプラスでダメージが上がるってことか。ああなるほどなるほど、これかなりダメージ上がりますね。ちょっとオーブが足らないオーブ足らないけども、なるほどね。ダメージがさらに、最大 35% 上がりますので、かなり強くなるっぽいですね。はい、ということで、今日はダウンロードコンテンツ、そして10年後をクリアした後に出てくる、強敵バトルやってみました。レベル差は結構あったんだけども、かなり強かったですね。これレベル300の時って相当やばいかもしれません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。